舌調べのムニエル。それはちょっと難易度が高いわね。え？じゃーん、私でした。舌調べはちょっとな。普通のじゃダメなの？鮭とか。エマちゃん、私、心の友の千尋ですよ。いきなり出てこないでよ。ひど。夕飯の相談？私も付き合っていい？付き合っても多分面白いことなんかないと思うけど。なんで？友達と歩くんだもん、楽しいと思うけど。まあそうか。じゃあ行きましょうか。お二人さん仲いいね。兄弟はね、仲がいいものなの。そうなの？私もやっていい？両手に花でしょうが。道行く人の視線が痛いわ。消えちゃって、今も探してたんだ。一人で遊びに行っちゃったみたい。まあでも大丈夫だと思うんだよね。サンデーって賢いから。いくら賢くても小さな体だからどうかな。うん、まあそうなんだけどでもやっぱサンデーがいないと寒いなりね。それは嘘っこ。どっちにしても千尋の好みなんか関係ありませんけど。寄せ鍋でもいいよ。関係ないってば。どうしたらいいんでしょう。これにて失礼しましょうかね。うん、ま、見つかるまではね。
不思議な磁力があるから、まあ大丈夫だよ。あのさ、ちょっと真面目なお話してもいい？腕なんか組んじゃダメだよ。いくら仲が良くったって腕なんか組んだらダメ。兄弟でそんなことやらないんだよ、普通。私たち普通よりもずっと仲がいいのよ。じゃあ例えばのお話、二人のどっちでもいいんだけど、誰か密かに好きになってる異性がいるとするよね。そういう人が二人のあんな姿見たらショック受けるんじゃないかな。兄弟だって知ればそんなことないと思うけど。知らなかったら？別に誰にどう思われようと構わないし。頑固者だね、強い人っていうか。本当、エマちゃんはすごいよ。じゃ、本当に帰るね。京介くんも私の言ったことよく考えてほしいな。お兄ちゃんが考えていないわけないじゃない。ねえ。それでも私と同じ結論よね。だってお兄ちゃんは私を必要としているんだから。そして私も。ああ、マージのこと。わかった、付き合ってやるよ。そうか、遠慮しなくてもいいぞ。まあ、わかるかな。OK。何を考えてるの？いつもと感じが違う。うん、私、そういうのすぐにわかるの。
どれだけ心が離れているか、私すぐわかる。もしかして好きな人でもできた？じゃあいいけど、ね、ちゃんとキスして。約束通り夜の散歩を誘いに来ましたよ。そうだよ。それとも私以外に誰か予定が入っていたの？それより寒いんだよ。早く来てちょ。今家の前にいるから。ああ、それのことか。いたずらって言うからわからなかったなりよ。そうかな。知らない番号からいきなり電話がかかってきたらびっくりするでしょ。手品じゃあるまいし、驚かせてもしょうがないからね。夜中だよ。ありゃりゃ、やっぱり驚いちゃった。
兵だよ。黒猫のサンデーのもう一つの姿なの。マジだったのです。さあ乗った乗った。大丈夫大丈夫、噛んだりしないから。ちょっと疲れちゃったね。